キルワ・キビンジェは、タンザニアの都市、リンディ州キルワ県に属する。1998年当時、の人口は約1万人。キルワ・キビンジェは、ダルエス・サラームの南2 1 6トルリンディの北1 4 5トルに位置する。キルワ東大岸の町、キルワ・マそこから北に2 5トル離れた場所にあり、マタンドゥ・川口南岸に望む。コプラ、メンカ。 トウモロコシが主要な農産物となっている。18世紀後半から19世紀にかけて、キルワ・キビンジェは、ニャサコ方面からキャラバンによって運ばれる雑魚と奴隷の終着地となり、それらの商品はモーリシャスやザンジバルに輸出された。イギリスによって奴隷貿易が禁止された後、町は次第に廃れていった。1886年にドイツの行政府が設置され、 アブシリの反乱、マジマジ反乱、第一次世界大戦では、キルワ・キビンジェでも戦闘が発生した。20世紀半ばまで、キルワ・キビンジェには、県庁所在地が置かれていたが、タンザニアの独立後は、キルワ・マソコが、県の行政の中心となる。ドイツの大砲、植民地時代の病院が、キルワ・キビンジェに残されている。しかし、かつての目抜き通りに建てられた、建築物の多くは、 崩壊寸前の状態になっている。ありがとうございます。